そういうのって比べるんじゃないで。ごめんね。いる？いらない？大丈夫、ありがとう。いらんかったって。ねえ。さくちゃん背伸びたよね。だって伸びた？伸びたと思う。確かに。測ってない。何センチ？155くらい。高っ。もう抜かされそうや。やった。うん。あれ始めたっけ、私配信。始まってる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 。こんにちは。こんにちは。面白いね。めっちゃ棒読み。あらけんちょびさんギフトゲット。困ったね。うん、みっちゃん、みっちゃん、みっちゃんです。みんな今日はみっちゃんをたたえて、みっちゃんをたたえてください。今日はお願いします。みっちゃんをたたえる歌を歌おう。せーの、みっひなはねえらいな。何？みひなは偉い、みひなは可愛い、みひな、なあ偉いよ。ちょっとどないちゃう。ここまでが歌なんやって。みひな偉いよーまでが歌。偉いよ。え、あんで冷蔵庫。あんでよ。多分余ってない？多分。ね。でみひな食べたから家で。何の？秋葉原こちゃこちゃの人おる。うん、何ですかそれ。してる今。こちゃこちゃじゃなくてツンツンです。あー太ももです。バレた。けんなんまさんありがとうございます。みりんさんありがとうございます。みりん発信。あ、違います。え、なんかあ、全員かぶりてね。話し会は正直あの全然あの覚えれる。なんかその鍵閉めは分かんない。彩香的にはどうなんだろう。そんなめっちゃ頑張ってめっちゃ最後を狙って来れない方が嫌だと思う。分かんないけどどうなんですか。なんか何分までって決まってるよな、レーン入るの。多分やんな。え、わかんない。どうなんですかね。あ、決まってると思う。決まってますよね、うん、なんかそれギリギリ狙って入れなかったことはわかんない、あるのかな、ね、わけは気にしてないと思う、うん、あんま私あのそういうの並んだことなくって、ほんまにそのトンチクリアちゃんのやつでほんまにたまたまその分の最後やったっていう。写してやろうじゃないか。うん、こちょこちょこちょ、全然やだ。こちょこちょ、うん、あ、夢が叶ったね、おめでとう。まさきさんギフトありがとうございます。あの、あしらい方がすごい。いや、毎回来るからさ、うん、そうなん、嬉しいんやけど、うん、毎回夢が叶ったねって。夢あったんですかね。ユンギョンさんギフトありがとうございます。そんな毎日言うくらいやから嬉しいやろ、うん、ほら夢が叶ったって喜んでる。ね、そう。見て見て見て、アンジュさんのファンの方がな、うん、来てくれててん。うん、確かアンジュさんの生誕で今日見た。え、夜来るんかな。顔ちゃんと覚えたい。成仏するかなやって。おもろ。炭酸せんべいさん、音量やったんや。おもろ。成仏してなかった。桜さんが黒島にやり返さない意味ないみたい、うん、私は義務ではやれないですもん。おもろい。結局 DD やと思いますか。うん、はい、うん、いや、あ、でもな、思った。あの逆に人のいいとこ探すのがうまい。おー、めっちゃいいこと言うやん。ちょっとやめたらよかったかな。なんていいこと言うんだこういうの。じゃあ、彩香のかき揚げあげる。いや、わかめは？わかめいる？大丈夫です。わかめあげる？大丈夫です。
美味しいだ、美味しいだって美味しいです。うーん岡田さん中学生の時どんな子でしたっけ？ずっと寝てましたずめっちゃ寝てた。今も昔もめっちゃ寝てた。わかめくれる人になってんで、うん、わかめ、わかめならあげます全然うん、握手会とかの受付終了は各部終了20分前だって。みんなそれ絶対忘れちゃダメだよ。マジで忘れたら超もったいないからね。今日前髪流しやったねんで。かわいい。思ったパツやめたの？アンジュさんが流してた。え、どういうこと？すごい。アンジュさんがな、うん、流してたからな、うん、かわいいと思ってな、うん、やろうと思って伸ばしててんけどな、うん、前髪のな量と癖が違うから、うん、全然違うね。なんか前髪伸びたから流しにしてるのかと思ってた。伸ばした。伸ばしたよ。でももう切る。うん、一回だけやろうと思って。あ、そうなの。なんか若菜さん、うん、若菜さんに似てる。やった。小若菜さんの写真見せてやってもらった。うん あのさ、リサちゃん推しの人がおんねん。熱烈な人がおんねんけどさ、この人、うん、この人さ、うん、いつもな、うん、リサちゃんおる時の公園で私もおったらランナーズだけオレンジとあれ、ね、水色に変えてんだな、うん、でな、今日リサちゃんおらんからなんか、うん、私のやつなんか持ってくるかなって思ったらやっぱやった。リサに言っちゃおうから唯一今日のお見送りの時に手を振らなかったよ。いや、そうなん？サクちゃんそんなことするの？そうだよ。みっこみっこ叩いるとパート2行く？いやー、家でうどん食べようかな。え、食べな。あやかの食べかける？いらない。うどん持ってくるから。持ってき。持ってく。うん、かわいい。まあ、もう終わるのかね。え一緒に食べよう。もう麺粉行かなきゃいけない。ボーボーイエーボーボーイエー。あと水買って。水？いいよ。うん、水あげるこれ。水ね。いいよ。最悪。電車代だけ持って出てきたから。そうなん、うん、やばい。もうほんまに今日あのみんなミヒナのこと褒めて今日ほんまにミヒナをたたえて、あのミヒナのパートの時ミヒナをたたえる歌を歌ってください。みんな全員座る歌をそうみんなで声そう、こあ今日もネストミヒナミヒナミヒナ。えらいやん。めっちゃほんまにミヒナもっとあの自分のことをさあのえらいって思っていいと思うので、もうあやかやったら全員にハーゲンダッツを買ってくださいっていういやないけど、でもそんぐらいのさ気持ちはさ持ってっていいよ絶対。だって急遽さ今日ほんま休みやったのにさわざわざ来てな。しかもな初披露の曲もあるしな。そうだよ、いつもいつもだよ。え、前もそうやったよな。前もそうやった。ボーとかなんかの時うん、かわいい。虫違う、ハムスターやねん。ほんまはハムスターなんやけどなんかでかくなった。うん、人のいいこと見つけた。そうやで、ハクなんかハク言ったこと。うーん、ブヒブヒ。彼さ友達にさめっちゃ昔やけどさ、うん、かわいいねみたいになってさだったらさ、もう分かった、鼻に指突っ込んだって。最悪マジでめっちゃ仲いい友達やったんやけど、でこうやっとってミヒナみたいにこうそれを見とる人、友達もそれ見とって、うん、こ時止まって、あやかもえみたいな、やっぱり突っ込んじゃったって思って、ミヒナポジの人めっちゃ笑ってた。もうあ、もうびっくり涙出るぐらい笑ってて超気まずかった。みんなはあの人の顔こうやるときは鼻の穴に指を突っ込まないように気をつけてください。でもやっぱりみんなにやってるやん。中学の時だもん。
彩香が中学の時何年前なのか分かってる？何年前？計算しでした。おもろそしてやろ。ほんまに9年前ぐらいなんだけど。ちょっともうやだ、配信終わりやだ、もう配信終わります。ランキング読みます。何分に配信始めたっけ。45。めっちゃいい時間に始めてる。おやったー、おめでとう。感情ある。夢でさ、うん、これなんでもない、うん、じゃあ後で聞くな。13位あおあおさん、ありがとうございます。12位パンチョさん、ありがとうございます。はぁ、こっちの画面がやばい。11位ゴシさん、ありがとうございます。10位トンビさん、ありがとうございます。9位はワーロンさん、ありがとうございます。8位ミワッチさん、ありがとうございます。7位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。6位大きな M さん、ありがとうございます。5位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。3位チキン生さん、ありがとうございます。2位、みずりんさん、ありがとうございます。1位親の子ならこもこさん、ありがとうございます。これちょっとちょっとそんななんか好評じゃなかったから変えます。ぷん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 、夢にアンジュさん出てきたやって。出てきた、出てきたよ。あ、その方が出てきたんかと思った。ということで、ありがとうございました。バイバイ。メモしたね、ちゃんと。何やったっけ。やばい、メイク行かないといけない。さくちゃんメイクして、代わりにあやかの顔メイクして、はい、全部青に塗って、アバターにしてあげる。怖い。でも全部青じゃないけど、なんかめっちゃ青のメイクかやったことあんで。あ、そうなん。よかったやん。ちょ見て、ほんまに。わーいわーい。ほんまにな、あんねん。よかったやん。おめでといた。え、でも結構なイケメンやったよ、あやか、あれは。よかったやん。結構めっちゃさ、めっちゃ他人事や。なんで朝洗面台にぶつけて2本指かけた。見て、マジで青じゃないメイク。めっちゃ青じゃない。すごくないこれさ。服飾の人のさ、専門のさ方のさ、スタイリングモデルやったらパカパカ。ここめちゃめちゃ青じゃない、うん、でみんなにもチラ見せ。めっちゃさ、めっちゃ青くない、私メイク。あ、全然見えない。超青。これちょっと今度ツイッター載せよう。あ、今 X って言うんですね、うん、X って言うんだね、今は。こんにちは。もうさくちゃんのパカ。あやぴょん、どういう感情。あやぴょん、どういうゾンビみたいやって。失礼もすぎるわ。ほ ん, ほんまやで。ほんまに。ほらさくちゃんが言うてんで。さくちゃん怒らせたら怖いですよ、ね、ほんまに。コメント読まんからな。あ、だって、え、怖っ。そうなん、さくちゃん。私ブロックはせえへんけど、うん、コメント読まんからなって言って全員読んでる、うん、読むんかい。ちょっとやばい、メイクいかない、やばい。え、終わった。まだ終わってない。最後の人やりたい。うん、肌汚いから今日。やばい、肌めっちゃ荒れてんな今。痛い、今ダメージ受けた。痛い。さくちゃんイケメン、ここに手やってくれて。やだ、かっこいい、さくちゃん。俺のこと好きじゃん。あ、こんにちは黒島。じゃあ黒島、なんか来てくるね。一人さ、飯食って泣かない？こう。ご飯連れてったってやって。何が好き？何が食べたい？何でも食べる。何でも食べる。ほんまに。なんかついてる。じゃあ何がいいかな。
か可愛いさケーキがあるカフェとかがよくない？うん、なんかクマ、あ、可愛い。なんか食べたいちょっと、また教えて。パッツンにするからボサボサにしとこ。アンジュさん夢に出てきたんです。夢では何してたっけ。アンジュさんのところはあやぴょんもおった隣に左に、あやぴょんの座ってる椅子に私も座っててん、あの後ろからな座っててんよ。でその隣にアンジュさんがおって、でわアンジュさんかわいいと思って、アンジュさんかわいいなと思って座っててんな。で見ひんようにしててんよ、あのあんまり見てたらちょっと変な人やと思われるかなと思って、あんま見ひんようにしてたら、アンジュさんがあのあやぴょんと喋ってる会話になんか誰も喋れへん間があってんよ。その時にめっちゃこっち見てきて、え、めっちゃ見るやんってなって、めっちゃ見るやんってなって、そうで可愛かったって話。可愛かったです、本当に可愛かったんです。え、ほんまはなあれなんよ、若菜さんみたいな感じにしたかったんけど、この髪型私の毛量が多かったんでしょうね。あのちょっと X に投稿するわ、比較写真、これを目指しましたっていう。今日の夢も出てきて、あ、痛いね。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。タミーダスさんもギフトありがとうございます。今日も出てくると思う。やゆちゃん、そう、体調って書いてたんかな、あのなんかね、そう大丈夫って言うててんけど、見たかったと思う。そう、捻挫、もうほんまに痛かったら絶対に踊らん方がいい、ほんまに絶対に踊らん方がいい、絶対に、これだけは言い切れる、絶対に踊らん方がいい、絶対にそう思う、絶対に踊らん方がいい。私は一曲踊って期間伸びた、絶対にあかん、絶対に踊らん方がいい。ひねっただけや思って普通に走ってたんちゃうわ、一曲踊ったら全然ひび入ってた、もしかしたら踊ったので悪化した説ある。絶対に踊らんほうがいい、絶対にあかん。でもなんかそんなに重くないらしいで、あのトレーナーさんとかよくあの公演、次の公演くらいからはもういけるみたいな感じだった、うん、痛いと思うけどって感じ。大変よほんまに。今日結局メイク変えへんかった、変えようと思って変えへんかった。昨日の夜なやってみるか迷ってんけどやめた。で15分経ってるから終わっていいねんけどな、どうしよう、終わるか。あー疲れた。
髪型どうした？取ってん。取ったらこうなった。いやメイク時間をねちょっとでも短くしないとねいけないかなと思って取ったらこうなりました。面白いね。上田和樹さんギフトありがとうございます。髪の毛そうなんか新種の勝ち盛りヘアみたいな。おもろい。その髪型出る。オッケー、これ出てよかな。11日からじゃんじゃん、楽しみ。やったね。髪型も決めてんで教えないけどね。メイク変えへん。あのな、秋っぽくしようと思ってんけどちょっとな、あの成功するかわからんかったから、メイク時間がさ限られてるからさ、失敗して長引いたりとかしたらやばいからさ、もうできるって確信持ってからね変えようと思って。だから家で一回やってからやる。髪のカニの目みたい、おもろい。これしよう。ゆきのちゃんがめっちゃ可愛かった。前髪短いからなんか押さない。かぼちゃヘアとかあんの、おもろ。やってみたい。ちょっとやってみたいかも。え、かぼちゃってどんなん？調べてみるわ。出てくるかもしれん。ランキング見ます、ランキング見ます、ランキング見ます。13位がテッパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位がセイくんさん、ありがとうございます。11位がマチカネフキタルさん、ありがとうございます。10位がマイクトラウトさん、ありがとうございます。9位がワッキーさん、ありがとうございます。8位がイユンギョンさん、ギフトじゃないありがとうございました。ありがとうございました。7位がトミーダスさん、ありがとうございます。なんかもう癖でさギフトって言いそうなんだよな、ほんまにやめた方がいい。6位がダテちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。5位がヤン008さん、ありがとうございます。4位がワンタンメンさん、ありがとうございます。3位がタカさん、ありがとうございます。2位がアラケンチョビさん、ありがとうございます。本日もいらっしゃいまして、お疲れ様です。ご来店いただきましてありがとう。まいまいやん。1位カマカリさん、ありがとうございます。初めて顔見た、初めて顔拝んだよ。夜来るの？ねえ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 、夜来るの？顔覚えたいねんけど、顔覚えたいねんけど、ま、だいたい覚えた、だいたい覚えたよ。ちょ、髪型取ったねんて。昼だけか、よし大丈夫、覚えた、だいたいだいたい覚えた。どうも真鍋アンジュですって言ってくれたらわかるわ。真鍋アンジュですって来て、アンジュさん可愛いんだもん。かわいいのとか言ってて、メンバー来たらどうしようと思ったらマネージャーさんでした。よかった、まだマネージャーさんでよかった。よし終わります。バイ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 。